はい、こんにちは。豊島区議会議員、靴沢良治でございます。リュート様、タルタルル様、T 中様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただき、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して、政治活動資金にさせていただきたいと思います。裁判で争った、イラネチケ付きのテレビの現物をですね、開発者のあの、掛谷秀樹、筑波大准教授が、わざわざ引き取りにいらして、くれました。今日のあの、午前中のことですね。なんかあの、先生、ラジオ出演で、東京に来たらしく、その帰りにあの、寄っていただきまして、で、あの、原告さんと、あの、お茶してきたんですけれど、3名で、私とあの、影先生と、原告さんとね、学術資料として、展示されるそうであります。このテレビね。こういうことで、あの、最高裁で負けました。ということで、こんな外したらぶっ壊れることになってるのになぁ、という、ことも含めて、展示物にされるそうであります。原告を交えた3人でお茶したんですけれども、裁判官は上に行くほど政治的に、忖度と。まあ、あの、政治のことをあれこれ考えちゃって、これはいい、これは悪いって、単純に物事判断しなくなるよな。世間の感覚とずれてるよな。ということで、3人一致しました。今後についてですね、私、ちょっと思ってたのが、改造すれば見れんだろっていう判決だったので、改造させない状態で、裁判したらどうですかって言ってみたんですけれども、まあどういうことかっていうと、まああの事業所なんかで10個ぐらいテレビがあって、まだあの契約してない、NHK と契約してない事業所があったとしてですね、全部にイラネチケつけてですね、で NHK が来たら、これこの通り NHK は映りません。だから契約いたしません。ということで、で NHK 側がですね、最高裁の判決持ち出して、改造すれば見れんだろって言ってきたらですね、誰がやんだよ、どこがやんだよ、誰が金出すんだよ、お前らが金出して改造するにしてもそれを黙って見てると思うのか、俺らがわざわざイラネチケつけたのに、ということでですね、あの争いを発生させてですね、まああの裁判って衝突、何らかの衝突を調整する場所でありますから、争い、訴訟じゃないや、なんつうんだよ、その判事者っていうんですか、を起こしてですね、それで争ったらどうかななんてうっすら思ってたんですけれども、で、言ってみたんですけど、先生の中ではですね、イラネチケは一応区切り、これで一区切りということで、終わったもの、オワコンということで、区切りついてるみたいなんで、する気はないみたいであります。開発した8年前はですね、NHK は嫌だが民放は見ないっていう需要があった。が、今はテレビごと廃棄する時代になったし、靴沢さんも動画で言ってるじゃないですか、テレビ捨てましょう。そういう時代になっちゃったしね、ということで一応区切りだそうであります。先生にですね、まあ来年のあの参院選出馬、私の、についてあのご意見とか、こうしたらどうだ、ああしたらどうだなんてアイディアもいろいろいただきました。影谷先生にはあの、何の得もないのにですね、私のあの、選挙、何の得もないのに、全くもってありがたいことであるなぁ、なんてあの、思っております。影谷先生、あの、東大時代のあの、同級生なんだって、玉木雄一郎と。今でもあのたまに連絡取ってるっていうことで、私にですね、国民民主党入ったらって言ってきたんですけど、嫌です。散々今まで国民民主のことはクソミソ言ってきたんで、ちょっと入れませんよね。玉木さんが、ものすごいあの生まれ変わっちゃって、同欲になったらちょっと考えますけれども、まあまあ、今は私一人でですね、船長、小さいながらも、船長やっておりますんで、荒波に揉まれ揉まれて苦労しようと思っております。まあ、体調次第ですね。荒波に揉まれんのもね、
明日実は2回目、の抗がん剤投与になってしまいました。3週間おきに4回やるっていうですね、抗がん剤スタートキット、抗がん剤入門みたいな、その3週間おきに4回ですから全部で3ヶ月かかる感じですか、それの2回目を注射してまいります。ひょっとするとですね、明日また猛烈に腹が痛くなって、寝込むようなことがあったら動画お休みしちゃいますけれども、その時はご勘弁ください。前の時はですね、投与して2日間は無事だったんだ。で、3日目ぐらいから猛烈に腹が痛くなって10日間寝込んじゃいましたけれども、まあまあ今日ですね、影谷先生いらしてお茶するのもですね、これ10日以上ぶりに私外出したんで疲れちゃいましたただ出かけるだけでこんなに疲れ、まあ免疫も落ちてるんでなるべく外出しないっていうか、するなって話なんですけどね。アメリカとオーストラリア政府、北京冬季五輪に閣僚や高官を派遣しない外交ボイコットを正式発表。まあ政府の人間は言わせませんよ。モリソン、オーストラリア首相、ウイグルでの人権侵害など様々な問題があり、政府関係者が参加しないのは当然のことだと述べました。日本政府もその方向で調整開始だそうです。で、閣僚とか政府の人間でないですね、山下泰弘五輪会長とかですね、そこら辺行かせっかみたいな案が出てるそうです。産経記事、政府はなのか外交ボイコットの方向で検討を開始した、まあ、そこで出てたんですけど、ネットの話、招待されてないしね、選手は人権とか知らん顔で出場っていうのも変な話だけど、そういえば前回の冬季五輪インチョンでしたっけ、陣川冬季五輪でしたっけ、なんかモルゲッソよとかですねの銅像とかですね、なんか下水がちゃんと繋がってなかったとかですね、食中毒たくさん起きたとか、我々に多くの笑いを提供してくれた陣川インチョン冬季五輪ですか。それには確かね、ペンス副大統領当時夫妻が言ってたと思います。まあそういうのはやらないって話なんだろうな。今回行った選手はそのことを一生言われそうだな。無視しろ北京なんて、今の中共だと政府の人間でも人質にしそうだし、当然行かせたらハニトラが待っている。副大臣を派遣というグダグダを見せてほしい。まあ副大臣は閣僚じゃないって言い張るつもりなんでしょうか、大臣じゃないからみたいなですね。まあ行かせたらハニトラが待ってる、これももっともでありますね。その人のどうやって調べるんだか、好みぴったりの異性もしくは同性を用意するんだって、用意するんだって。でどうやって調べるんだろうなーなんて思いますけれども、まあその人のですね、検索記録なんかは IP アドレスとかハッキングで分かっちゃいますけれどもね、年がら年中ですね巨乳なんて検索してたら、あそういう人好きなのね、熟女なんて検索したら、あそういう人好きなのね、それにぴったりのですね、人員を整形してでも用意する、仮にですねその人が心動かされなくてもですね、いきなり裸で抱きついてそこの写真をパチリと撮る、でその写真をネタに脅迫するなんてこともやってるみたいでありますね。東京五輪に習近平王毅は来てないわけで文句言われる筋合いはなーい、こういう意見がありました。そういえば来て願ったな、近平もな王毅もな、まあ怖かったんでしょう、暗殺、自分とこから動かない、動きたくなかったんでしょうね。世界から祝福されない平和の祭典ということで、まあ笑いものですわね。北京五輪に備えて懸命に練習した選手はかわいそうなんですよね。外交ボイコットの方向で、調整ということで、人の意見を聞きすぎる岸田さんが2点3点しないか心配ですわ。なんか大臣は行かせねえけど副大臣行かせるとか、政務次官は行かせるとか、そんなことやっちゃわねえかとか心配です。自民の大支持者の経団連のおじいちゃんなんか、中共の危険性とか
中共が今何やってんだなんていうのも全然わかんないだろうしね、知らない無知、靴沢案です。日欧米で、金を出してですね、会場を整備して北京と同時期にキエフ大会を開催。キエフってウクライナの首都であります。ロシア軍10万人以上とですね、車両1200台以上が今ウクライナ国境付近に集結してんだって。で、これあの諏訪戦争かなんて、ヨーロッパの方ではすごい危機感持って連日伝えられておりますけど、まあこれの牽制にもなりますよ。まさかね、平和の大会やってるとこで世界中が注目してるとこに攻め込めまい、ロシアっていう感じでですね、まあ、キエフは年間降雪量355センチ、雪はたくさんあります。選手は北京かキエフか自由に選んでくれーっつってですね、したら北京には中国と韓国とロシアの選手ぐらいしか行かないかもしれないな。で、冬季五輪ってウィンタースポーツじゃないですか。ウィンタースポーツの本場っつったらやっぱ欧州なんですよね。欧州いろんな国、ウィンタースポーツ強い国ありますよ。カナダとか、カナダは欧州じゃねえか、スイスとかね、まあスウェーデン、フィンランドなんつうのも多分強いでしょう。選手の数も多いでしょう。それが出ないと、まあ、しょぼくなる、すんごいしょぼくなる、ので焦げにできています。キエフ大会の賞金をですね弾めばですね、権威はついてきますよね。なメダル1個だなんて、言うんじゃなくて、1位の選手には5億円やっから、2位は3億みたいな、金弾めば、金さえ弾めば権威はおのずと出来上がりますよ。したらそっちの方がいいなっつってキエフにみんな来るんじゃね。ロシアもまあ同時に焦げにできて一石二鳥なんですけどね。まあ私が考えてるだけで実現性は乏しいですけどね。まあそういうわけで明日2回目の抗がん剤やりますんで、ちょっとどうなるかわかりません。体調次第で。明日の動画、もし休みのようなことだったら、ツイッターその他でお知らせしますので、皆様暖かい、気長な目で、お見捨てなきをよろしくお願いいたします。デトックスジャパン。